続いて河合さん、テーマの発表お願いします、はい、こちらです。あれから70年なのに、今回の参院選で当選した女性は28人と、前回の13年より6人増え、過去最多になりました。当選者全体に占める女性の割合は 23% で、前回に比べて5ポイント増。2007年に当時過去最多となる26人が当選した際の 21% を2ポイント上回り、全体比でも過去最高となりました。はい、今年はですね、女性が参政権を得てから70年に当たるんですね、うん、で70年前に衆議院で39名の女性の政治家さんが誕生して、でその後ですね、その39人と国会議員の中で女性の比率が占める割合を超えたのは、なんとその60年後の2005年なんですね。あ、しばらくじゃあバッと盛り上がって停滞、もうその時だけでもう全くいかん、うん、でその時に2005年何があったかっていうと、小泉政権です。小泉チルドレンであるとか、そういうのが出てきた時ですね。それこそ小池百合子さんたちの、ね、うん、そうですね、まさしくその時です。活躍ですね。でこれで今回、まあ、参議院なんですけども、参議院について言うと、まあ、衆議院よりも若干、まあ、順調に女性は増え続けたっていうのがあります。でここのね、増えたところ、これが何だったかというと、土井孝子さんのマドンナ旋風、はい、すっごいみんなもう原色のスーツを着てね、ピンクで、で山が動いたっていうふうに言いましたけども、その山がなかなか動かなかったんですよね、うんうんうん、まるで崖にはまってしまったように。その後まさにね、でここでグッとこれ上がったのがやっぱ小泉旋風の後ですね、はい、でその後もまた下がっていって、で今回初めて、まあ過去最高ということで 22% まで上がったということなんですが、これって見てもですね、やっぱりまあ衆議院がこれだけ上がっていませんし、世界的に見るともう皆さんよくご存知だと思いますけども、日本の女性の国会議員の比率っていうのはめちゃくちゃ最低レベルなんですよ。でまあこれちょっとグラフで見てみますと、もう明らかなんですけども、まあ北欧の国々というのがやはり高いですよね、こちらの方です。で一方でこの下のところが、まあアメリカ、フランスなどもありますけども、日本はというと、この本当最低レベル 14.7 のところですね。で韓国でもにも負けているという、韓国はクォーター制なども導入していますけども、この先進国の中でクォーター制を導入してないのはやはり日本だけというところです。あともう一つポイントとしては、比率を決めちゃうってことですよね。そうです、女性議員のね、やっぱりそれをしてないからやっぱり低いと。あともう一つはこのフランスとね、イギリスも実はこの下位グループの方にいるんですよ。で全体の女性議員の数だけで比べると、特にフランスなんかはあまり変わらないんですね。ところがフランスのですね、オランド大統領になった時のことをちょっと思い出していただきたいんですけども、はい、閣僚の半分を女性にしたんですよ。あ、そうでしたっけ。女性がずらりと並んでいて、で要するに地位のある、まあ、権力を持つ女性たちを非常に増やしたと、うんうん、でその時には女性の権利賞というものまで設けて、はい、まあ、その動きというのをフェミニストがね、うんうん、フェミニスト団体が監視していくなんていうこともありましたけども、でもそうやって考えたらですね、まあ安倍政権下でも、まあ、女性の活躍っていうのをまあ掲げました。でまあ批判もありましたよ、女性の活用と活躍とか何ぞやと、うん、ただまあ一方でそういうまあ批判も含めて問題提起したことによって、ある程度やっぱりそうだよねっていう、こういうふうに空気はできてきたのかなと。その通りです。ただ実効性が伴わなくて、うんうん、安倍政権の時の内閣に入ってる女性っていうのは非常に少なかったですよね。そうだったですね、その後ね。でやはりその衆議院の数でも増えていないということなんですが、うん、まあそもそもそのまあクォーター制もそうですけども、安倍政権は 30% リーダー的地位のある女性を占める、はい、管理職を増やそういましたよね。なんですか、これね、実はちょっと物差しで示してみたんですけども、これね、全体に占める割合だと思ってください、はい、で今の衆議院っていうのはこの 9.5% ここです、はい、で 10% 未満、つまり全体の国会議員男性の中で女性の占める割合が 10% 未満だと、どういうことが起こるかというと、うんうん、その女性というのは男性化しなくちゃ生き残っていけなくなるんですね。あ、その中でね、つまりスカートマイノリティになっちゃうから。そうです、もうマイノリティ以前です、うん、もうその同化しなくちゃいけない。だからスカートを履いたおっさんが誕生するのがこのでその割合がですね、まあ、10% を超えて 15% ぐらいだと、まさしくマイノリティ、なかなか発言権も持たない。
分かる。僕ドイツ文学科だったんですけども、40人ぐらい同級生がいて、男がですね 7,8 人しかいない学科だったんで、まさしくマイノリティ、はい、もう基本的に僕はもうほとんど発言力もなかったですし、もうその中にいてイエスって言うしかなかったですもん。やっぱこういった中でやはりハラスメントみたいなのも起こりやすくなると。でやっぱりこの 15-30% くらいになって、初めてここで少数派というところで、少しずつグループとして、サブグループとして認められるようになってくるんですね。でもこの 35% を超えて 40% になったところで、初めて同等の権力を持って発言権も出てくるということなんです。なので女性の政治家が増えることが何がいいかというと、やはり介護であるとか少子化問題であるとか、そういった市民感覚の法整備がやっぱり整うというのが、やっぱりいろいろなところの研究から、若干答えに違いはあるにせよ、大筋そういった方向が認められているんですね。なのでやっぱりもう少し女性の数というのを増やしていく、ね、あとこの今回の参議院議員の女性増えましたけども、これをどれだけリーダーシップが発揮できるようなポジションにつけることができるのかっていうところが、やっぱり今後大きく作用すると思います、ね。ちょっとツイッター見てみましょうかね。愚者さん 10% はちょっと少ないかな、女性の割合。そうですね、りっちゃん先輩さん、男や女って言うけどさ、性別がない方は方は、ね、LGBT の、ね、お話もそうですよね、その他いろいろ、政策抜きに女性の議員増やさなきゃならないの、考え方共感持ってたら性別関係なく投票するけど、というふうにありましたか。実はね、その女性がある程度割合を超えて意見を言い出すと、男性もその女性目線での政策を提言するようになるっていう動きがあるんですよね。なるほどね、ありがとうございました。